こんにちは、ありがとう整体の平野です。治癒に向かう間にですね、またちょっとこの筋トレだとかですね、ストレッチを、やめておいてほしいという話をね、よくするんですが、今回、ひどい頭痛ね、何年間も続くひどい頭痛がね、随分良くなったという形だったんですけども、あるその期間の間はね、またなんかちょっと戻ってきてしまいましたという話を聞いたところ、よく話を聞いていったところ、筋トレをですね、バーベルを500回とか600回こう頑張ってやってしまったというね、ことを言われました。この緊張をね、こう抜く形で、私の場合施術をしているので、やっぱりまたこの緊張が連続するようなね、ことをあえてしてほしくないのというのと、体のこの私は軸がしっかりして、大きな軸、小さな軸、本当にこのいろんな軸をきっちりね、この重力線にちゃんと、理にかなったところでこの軸を使えれば、そんなにこう力んで体、筋肉をね使う必要がない。軸を崩しているから、それを一生懸命ね戻すために余計な力を入れて余計な疲労を招いてしまっているというふうに私は考えているので、この軸をしっかりさせる。でもこの軸をしっかりさせてもですね、そこが安定する前に、昔の得意なね、その人の得意な軸でまたこうやって頑張ってしまう。これがですね、またせっかく作った軸をまたずらしてしまう。大きな原因になってしまうということで、当院ではですね、施術をしていく、治癒させていく過程においてですね、筋トレ、そしてストレッチもね、軸がないところでグーってやっちゃう。軸があるところで振ってやれば一番このストレッチは効くんだけども、皆さんこう、そのちゃんとした軸じゃないところ、自分の得意な軸ですね、これは理にかなってない軸を使って頑張ってしまう、そういったところで、体を緊張させ、そして疲労させているので、この軸をですね、本当に、整えていく過程において、頑張らないということをねお伝えしたいと思っています。当院の軸は、立った時の軸、歩いた時の軸、そして座った時の軸、寝た時の軸、その中で大きな軸もあれば、小さな、軸ですね、例えばこの鎖骨の一つ一つの軸でもね、その使う軸が違うんですね。ですからそれを、うまい軸で使えるようにどんどんしていって、ロスのない使い方、歩き方、腕の使い方ができてくるとですね、治癒力が上がってくるという、これ説明がうまくできたかどうかわからないんですけども、他とはですね違った、この軸を、こうして使って緊張して、またここで揉みほぐして、またここで使ってではなくてですね、ここのいい軸で使えるように、脳をね、修正していく、そんな整体をやっています。よろしくお願いいたします。